椅子のバランス、どうぞ盛大な拍手を。楽しみなラストパフォーマンス、どうぞ。在日本の中学雑技団横浜大道芸で舞者の椅子のバランス、椅子もできました。椅子は台の上そのまま乗せます。椅子まだ乗せます。それではチャレンジします。舞者の椅子のバランス、このプログラムは普段は男性の方はいらっしゃいます。女性は彼女一人しかいない。椅子まだ乗せます。乗せ方はそのまま乗せる。これは非常に危ない。まだ乗せます。そのまま乗せます。それでは素晴らしいのチャレンジ、
椅子まだ乗せます。椅子これから大きく揺れる。しかし乗れるが、私はまだまだ命綱あります。世界なんか女性だったら彼女知ってるしかいない。しかし椅子の乗せ方変わる。斜め、椅子斜めになります。怖いのチャレンジ。しかし今日は早く終わりたい。早く終わりたい。それでは皆さん、実はね、吴桥匠の最後の技、これから紹介します。最後の技は、フランスで世界サーカスフェスティバル世界チャンピオントダのポーズ、その技です。普段はなかなかしない。今日は5000人のお客さん来てるから、5000人のため最後世界チャンピオンの技紹介します。最後の技はこれからその上で乗れるからすごく寄ります。最後の技、一歩間違ったら大変なこと。決めたら皆さん盛大な拍手を大きな声出して応援してください。それでは世界チャンピオン吴桥最後のチャレンジ、どうぞ。さあ、その上に乗るか。椅子はこれから揺れる。
皆さん、もう一度盛大な拍手を。世界チャンピオン、ウチョでした。ありがとうございました。フランスで世界チャンピオンを取りました。素晴らしいパフォーマンスがこれから楽しみです。しかしどこまでできるのか。